資料の長は、1981年公開のアメリカのスプラッター映画。カラー、91分。リバイバル上映時 r 1号指定。監督サムライミの長編デビュー作。1980年代のスプラッターブームを発生させた作品の一つとして知られる。続編として、資料の原渡2、キャプテンスーパーマーケットがあり、当作品を含む三部作は、 カルト映画としても非常に有名であり、ホラー映画の古典的名作の一つとして数えられる。2013年にはリメイク映画である、資料の腹綿が公開された。また、2015年にはオリジナルシリーズから30年後のアッシュを主人公とした正当続編として、TV シリーズ、資料の腹綿リターンズが制作され、2016年には、 シーズン2が放送された。フロリダ州ジャックソンビルで楽しい休暇を過ごそうと、主人公のアッシュ、姉のシェリル、恋人のリンダ、友人のスコットと彼の恋人のシェリーら5人の若者たちは道中で森の小屋を訪れる。その地下室を物色していたスコットは偶然、死者の書とそれに書かれていた呪文を録音したカセットテープを見つけて、興味本位で再生。 録音されていたのは森に封じ込められていた悪霊を蘇らせてしまう呪文だった。復活した悪霊の声に呼び寄せられて森に出たシェリルは森の木々に襲われ負傷して小屋へ逃げ戻ると恐怖に怯えて強引にアッシュに運転させ車で山を降りようとするも途中の橋が崩落しておりやむなく小屋へ引き返す。状況を把握しようとテープの続きを聞いていると突如シェリルが 悪霊に憑依されて、資料と化し、リンダの足首を鉛筆で刺して負傷させる。スコットは、斧で反撃して、シェリルを地下室へ閉じ込めるが、シェリーも窓を破って侵入してきた悪霊に憑依されて、資料と化し、スコットに襲いかかる。格闘の末、スコットはテープに録音されていた、資料を倒す方法に従い、シェリーの体を斧でバラバラに切断する。スコットは、 アッシュと二人でシェリーを埋葬するが、自分は赤色を探してでも帰るとアッシュたちを置き去りにし、森に入ってしまう。小屋へ戻ったアッシュが眠っているリンダの様子を見に行くと、足首の傷から何かが広がり、彼女も資料溶かす。そこへ森の木々に襲われて、品種溶かしたスコットが逃げ戻ってくる。 リンダを小屋の外へ追い出したアッシュはスコットを何とか励まして水を飲ませようとするが彼は息絶えてしまう。一人残されたアッシュはナイフを持ったリンダに襲いかかられ彼女の背中にそのナイフを突き立てて倒すと納屋に運んでチェーンソーで切断しようとするがどうしても決心がつかずに外で埋葬する。間もなく土の中から飛び出して襲いかかってきたリンダに対し アッシュはスコップで残首する。小屋へ戻ったアッシュは、資料と化したスコットとシェリルに襲いかかられ、スコットに足を掴まれて動けなくなるが、床に落ちていた死者の書を、リンダーの片身のペンダントで手繰り寄せ、暖炉に投げ込む。死者の書が燃え上がると資料たちは次々に溶け出し、その腹を粉砕して、異形の生き物が現れては、力尽きていった。やがて夜明けが訪れ、 静寂の中でアッシュは小屋を出るが、彼の背後から何かがアッシュに迫り襲いかかるのだった。サムライミ長編映画、資料の腹渡に対する投資者からの関心を集めるために短編映画であるウィズインザウッズを制作した。サムライミとブルース・キャンベルは幼い頃からの友達であった。二人は協力して低費用でいくつかの8ミリ映画を制作した。その中には、 クロックアークやイッツ・マーダーといったいくつかのコメディ映画もあった。イッツ・マーダーのサスペンスシーンの撮影によってライミはホラージャンルの映像制作意欲が湧きドライブインシアターでのホラー映画調査を行った後にライミはホラー映画を手掛けることとなった。はじめに制作者の関心を引くであろう短編映画を制作し、そしてそこで集まった資金を使って 長編映画を制作することを考えた。ライミが作った短編映画は、Within the u s と呼ばれた。その作品は1600ドルで制作されたが、長編映画である資料の腹綿の制作には10万ドル以上が必要であった。ライミは映画の制作費を作り出すため、友人の一人の弁護士を務めていたフィル・ギリーズに話を持ちかけた。ライミはギリーズに、 ウィズ・イン・ザ・ウッズを見せた。ギリーズはその短編映画に特別感銘を受けたわけではなかったが、ライミに資料の腹渡を制作する上での法律的助言を与えた。ライミはギリーズからの助言を念頭に置きながら、様々な人から強く援助資金をこった。キャンベルは家族一人数人に頼み込み、ライミは興味を持ったと思った人に頼んだ。最終的に、 当初期待していたほどではなかったが、長編映画の制作に必要になる十分な資金を集めることができた。二人は映画制作に必要な資金を手に、ハワード・フィリップス・ラブクラフトの小説の中で、ライミが面白いと思ったものから、死者の書という仮のタイトルを付け、制作を始めた。その映画は、高い制作費用を使い、短編映画である、Within the u s を、 長編映画に再映画化したものになると考えられていた。ライミは撮影の直前に20歳になり、彼はこの撮影計画を通過儀礼として考えた。2009年時のベッツィー・ベイカー、エレン・サンド・ワイズ、テレサ・ティリー映画、資料の腹綿の制作のためにライミはかつて共同で制作していた仲間や友人に援助を依頼した。 ライミはキャンベルを主人公であるアッシュ・ウィリアムズに配役した。多くの役者を集めるため、ライミはザ・デトロイトニュースに広告をつけた。それに応えた女優の一人であるベッツィー・ベーガーや、ウィズ・イン・ザ・ウッズに出演していたエレン・サンド・ワイズも同様に配役した。スタッフのほとんどがライミとキャンベルの友人や家族で成り立っていた。ウィズ・イン・ザ・ウッズのメイクアップアドバイザーであるトム・サリバンは、 以前にライミと働くことに対しての前向きな反応をしていたため特殊効果を制作するために連れてこられた。キャストはロケーションスカウトの正式な協力なしに自分自身でロケ地を探さなければならなかった。制作チームは初めにライミの故郷であるミシガン州ロイヤルオークで撮影を進めようとしたがテネシー州モーリスタウンでの撮影を選んだ。なぜなら テネシー州は唯一ライミの映像制作に対する意気込みを示していたからであった。制作チームはすぐに他の建物から遠く離れた場所に位置する小屋を見つけた。制作準備の時点で13人のメンバーがそこに留まらなければならず、同じ部屋で眠らなければいけなかった。メンバーの中で意見がぶつかってしまうこともあり、生活状況は厳しかった。スティーブ・フランケルは 唯一の大工であったため、美術監督の単独貢献者になった。外観撮影のために、電動丸の子を使っていくつかの精密な小道具を作らなければならなかったが、小屋のほとんどは制作中に発見された状態のまま使用された。小屋に配管設備はなく、電話の配線だけがつながっていた。この映画では、シェイキーカムという撮影技法を用いている。 シェイキーカムとは中央にカメラを取り付けた木材を二人の人間が両方で持ちながら全速力で走るといった撮影技法である。本来、監督はステリカムを利用したかったが、予算の都合で使えなかったために発案した苦肉の策であり、これ以後で同じような撮影をする場合はステリカムを使用している。終盤、主人公が壁の後ろから、 悪霊の手に掴まれる演出があるが、これは監督の手である。当時、予算と配役の関係上、カメラマンと二人きりになってしまい、そのような演出に変えたとのこと。写真右が映像編集に協力した、公演兄弟のジョエル公演大規模な映画制作の過程の後、ライミには編集しなければならない、多量のフィルム映像があった。ライミは、 デトロイト編集協会を編集場所に選び、そこでエドナ・ポールに会った。ポールのアシスタントをしていたのは、公園兄弟のジョエル公演であり、彼は映像編集を手伝った。ポールは映画の大半を編集し、ジョエルは特に小屋での場面を編集した。ライミが制作した、ウィズ・イン・ザ・ウッズに触発されたジョエルは、投資者の関心を集めるための試作映画を制作する。 考えを気に入った。ジョエルは弟のイーサンと協力して、ブラッドシンプルの制作を促進するためにこのコンセプトを利用した。そしてこの編集過程を通じてライミとジョエルは友人となった。最初の編集で117分に達するほどになったが、キャンベルはシナリオでは65分しかなかったことを考えると素晴らしい仕上がりだと思った。その後、 より史上向きの85分に至るまで編集を進めた。ライミはブライアン・デ・パルマが映画ミッドナイト・クロスの編集をジョン・トラボルタと共同で同じ音響施設で行っていることに触発された。編集期間の中で最も複雑だった状況の一つに死体が溶けていく場面のストップモーションがあった。その編集には何時間もかかった。 映画にはスタッフによる広範囲にわたる録音を必要とする独特な音があった。いくつかの音は制作期間中に正確に記録されず、編集室で再び録音しなければならなかった。死んだ鳥の肉を突き刺して切断された肉の音を再現し、またキャンベルは録音のためにマイクに向かって何時間も叫び続けた。Within the w o d s と同様に資料の腹渡は、 映画館で上映されるために当時基準であった3 5ト、mm、ルまで引き伸ばす必要があった。しかし、ビズ・イン・ザ・ウッズに比べて大きな費用があったため、その作業は比較的簡単なものだった。資料の腹綿及びそのシリーズは映画史上最高のカルト映画三部作と呼ばれるようになった。小説、ザ・エッセンシャル・カルト TV リーダーを記したデイビッド・レイブリーは、 キャンベルのキャリアはカルトのアイドルになるための指針と語った。この映画以降、ライミとキャンベルはよくコラボレートするようになった。ライミは事実上すべての映画にキャンベルを起用し、キャンベルは映画史上最高の興行収入を得たライミのスパイダーマンの映画作品3作すべてに仮名を出演した。暴力的ホラー映画監督として知られるライミが、 家族向け映画の監督をすることに難色を示されることも多かったが、ライミにとって監督する映画作品を選ぶのは子供が漫画本を選ぶようなものだと語った。2009年、ライミはスペルでホラーコメディ界に戻ってきた。批評家はキャンベルの当たり役とされるアッシュ役の演技とその後の演技をしばしば比較する。キャンベルの演技は映画 プレスリー VS ミイラ男のエルビス・プレスリー役からテレビドラマ X ファイルのエピソード愛 g の悪役まで幅広い。キャンベルのファンは資料の腹渡通及び短期間で終了したザ・ードベンチャーズ・オブ・ブリスコ・カウンティー・ジュニア以降拡大した。彼はファンミーティングによく登場し、その入場券は完売する。資料の腹渡は後のカルト映画に影響を与え、 カルトクラシックとして決定的になった。資料の原渡は様々な派生作品を生み出した。ゲームソフトでは1984年、コモドール64のザ・エビル・デッド、1990年代、プレイステーション及びプレイステーション2の3部作、エビル・デッド、ヘイル・ツー・ザ・キング、エビル・デッド、エーフィスト・フル・オブ・ブームスティック、エビル・デッド、リジェネレーションが発売された。 ライミの弟、テッド・ライミが三部作に声で出演し、キャンベルは、アッシュ役の声を担当した。アッシュ役が主役となるコミック、アーミー・オブ・ダークネスが出版された。コミック、フレディ・ VS VS、、ジェイソン・アアッッシシシュュリーズでアッシュは、フレディクルーガーとジェイソン・ボーヒーズの双方、アーミー・オブ・ダークネス・ VS、エス、リアニメーターのハーバート・ウェスト、マーベル・コミックスのスーパーヒーローチーム、 アベンジャーズのゾンビ版、マーベル・ゾンビーズ・ VS、ザ・アーミー・オブ・ダークネス、バラク・オバマを守るフィクション、アーミー・オブ・ダークネス、アッシュ・セーブズ・オバマで戦った。2008年1月、ダーク・ホース・コミックスは、資料の腹綿を題材にしたマーク・バー・ヘイデン作、ジョン・ボルトンガによる月刊コミックを出版した。また2003年、 映画に着想を得てライミとキャンベルの許可を得て制作されたミュージカルエビルデッドザミュージカル資料の腹渡が開幕し2009年日本人キャストによる日本公演が行われた2013年フェデアルバレズ監督ライミ及びキャンベルのプロデュースによるリメイク映画資料の腹渡が制作された主演は女優ジェーン・レビでアッシュは登場しないキャンベルは クレジットなしで、クレジットが流れた後の短い映像に亀を出演している。ありがとうございます。